こんにちは、かんばらうさとみです。今日のアーティストボックスは、米津健一さんを特集してお送りしました。さあ、話し方レッスンいきますね。今日のテーマは、ビジネスでお願いするとき、あるあるな残念な言い回しを直そう。これです。ちょっと聞いてくださいね。お忙しいところすみませんが、今日中に資料を送っていただけますか 疑問も感じませんでしたよね <laughs> よく使いますよねでもこれでは気持ちよく相手は動いてくれていないはずなんです次の言い方聞いてくださいお忙しいこととお察しします大変申し訳ありません今日中に資料を送っていただけますととてもありがたいですいかがでしょうか最初に言った表現と 今の表現どちらで相手は動いてくれると思いますかお願いを聞いてくれると思いますか、まあ、断然完璧に2回目の言い回しの方が資料を作成してくれますよね今日中に <laughs> はいなぜか「お忙しいところすみませんが」で「すみませんが」と否定してしまうと相手は軽んじられてしまっていると無意識に 伝わってしまうんですね自分が忙しいという状況を相手はそんなに重要なことと思っていないだって否定してるんですもん。ねお忙しいと思いますがお忙しいところすみませんがこれ NG ですねですから3ステップでお願いしてみましょう。まず相手が大変だという状況を 推察して共感すするんですこの推察も大事です。それだけ大切に相手を思っているということが伝わります。お忙しいこととお察しします。ね、お察しします。で、2つ目のステップ。へりくだります。大変申し訳ございません。そして3つ目。お願いプラス感謝の気持ちです。今日中に 資料を作成しててて送っていいたただけるるととともありがでですここまで来ると完璧な,んです、ね、なぜ感謝の気持ちを込めたのか相手はお願いされたことをもし自分がやるととても自分がいい人になった価値のある人間になれるんだなというふうに脳は感じるんですねですから動きやすくなるお願いが通りやすくなるというわけなんです ぜひ実践してみてくださいビジネスでお願いするとき否定形はダメですよ以上、かんばれさとみでしたありがとうございました